皆さんこんにちは、絵手紙明花です。今日は梅を描きたいと思います。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。丸を描くのは難しいので、何かキャップの蓋みたいなものを用意します。それで輪郭線を描いておきます。位置は横並びにならないように少し段をずらします。実際の梅と同じくらいの大きさになってしまいました。線を筆ペンでなぞります。うまくいかないときには少しずつなぞっていってください。それからヘタを描きます。少しへっこんでる感じにします。ヘタは違う方向を向けます。次に墨を薄くしまして、薄墨にして影をつけておきます。中間色になるように調整してください。左下に影をつけておきます。あと地面の部分にもちょっとつけておきます。梅の実は取れたては黄緑です。それからちょっと熟してくると赤い部分が出てきます。すごく熟すと黄色くなりますけれど、緑に赤の部分がほんのり入っている梅を描きたいと思います。黄緑を用意いたしまして塗っていきます。少し周りに白を残します。そうすることによって立体感が出ます。それからあまり乾いていないうちに赤を足します。筆にグリーンが残らないようによく洗ってください。赤は少しほんのり赤い感じにします。少し水分がある感じでポンポンと置いていくような感じで緑の上に置いていきます。まだ緑が乾いてないうちに描きますとにじんでいきます。このにじんだ感じを生かします。最後にヘタを焦げ茶色にします。少しにじみすぎてきましたので、これは水分を取っておきます。水分を取るとそこで止まります。にじみすぎてしまったところは修正ペンで直します。修正はかなり気になるところだけで自然のまま残しておけばいいと思います。字を書きます。はい、できました。皆さんも描いてみてくださいね。下絵を用意しております。説明欄からご覧ください。
よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。またいらしてください。絵手紙みおかでした。ごめんください。